皆さんお一人お一人を祝福します。今日もね、みんなとこうして礼拝ができる恵みを本当に感謝します。今賛美しましたね。みんな一生懸命心いっぱい賛美したと思うんですけれども、礼拝っていうのは神様に会うために来るんですね。仲のいい兄弟姉妹に会うためじゃなくて、本当にここに臨在されている神様に会うために賛美をしたり、祈りを通して、また捧げ物を通して神様に出会うんですね。そしてね、神様、先週も守ってくださいました、ありがとうございます。どうぞこれから始まる1週間も私と共にいて支え守ってくださいと、十分にイエス様と交わって帰っていってほしいと思います。はい、今日は、御言葉を読もうという題でお話しします。先生が言われました。御言葉じゃなくて括弧して聖書って書きなさいって。御言葉って書いただけではね、御言葉は何なんだろうって思う人もいる。御言葉は聖書ですね。聖書を読みましょうっていう題でお話ししたいと思います。はい、先週もね、いろんなみんな戦いの中歩んでこれたんじゃないかなと思います。みんなそれぞれね、日々の生活の中で本当に、大変なこといっぱいありますよね。でも倒れんじゃないかって思うような時もあるけれども、でも神様はいつも共にいて私たちを支えていてくださいますね。先週の賛美の中で、人の歩みは主によって確かにされるって賛美をしましたけれども、その人は倒れても打ち伏せられることがない。主の御手が私の手を支えてください。感謝です。私たちがたとえ倒れてもただで起きないでね、きっとそこでまた神様の何か教えをいただいて立つことができるように神様はしてくださいますね。はい、じゃあ、聖書についてお話ししたいと思います。今週は何を話そうかと思ってね、ずっとこう神様は何をしたらいいですかって、でも全然来なかったんですよね。でも必ず何か教えてくださると思ってずっと祈って待ってました。水曜日は来るまで祈るぞと思ってね、ずっと祈ってた。そしたら心の中にね、なんかこう神様からの、あ、このことだというようなことが来たんですね。そして、あ、そうだ、聖書のことを語ろうって思ったんですね。で、いつも思うんですね、道井先生の話は、とっても簡単で、そしてもう聞いたことだ、聞いたことばっかりだよって思ってるかもしれないけど、でもね、今日のお話はみんな聞いたことがあったとしても実際に実行できてないんですね。だから聞いて、お話を聞いて、これが実行できたらみんなの生活がもっともっと神様の祝福をいただくことができるようになると思います。はい、信仰の柱っていうのは祈ることと、それから聖書を読むことですね。祈ることは結構みんなできますよね。運転しててもできるし、家事しててもできるし、何しててもできるから結構楽に祈っていると思うんですけど、聖書を読むっていうのはやっぱりどっかに座らないと、時間取らないと読めませんね。でも本当に、聖書を読んで、そして信じて、御言葉を信じて実践することがとっても大事なんですね。で、御言葉にこう書いてあるから大丈夫だって、そういうふうに神様の語られる言葉によってね、私たちの思いが、また生活が、行動が、支えられるように、それで足りないとか、祈りによってね、聖霊の助けによって立ち上がっていけるようになれたら素晴らしいと思います。じゃあ御言葉を見ますね。このチラシのところの一番上です。第一ペテロの2の1から2のところに御言葉が書いてあります。一緒に読んでみましょう。はい、生まれたばかりの血の御子のように、まじり気のない霊の乳を慕い求めなさい。これを飲んで成長し救われるようになるためです。はい、そうですね、この霊の乳を慕い求めなさいってありますけれども、今日
共同訳聖書では霊の父になってるけど、新改訳聖書を読むとね、霊の父のとこが御言葉って御言葉の父って書いてあるんですよね。だから御言葉の父を慕い求めなさいっていうことが書かれています。いつも大谷千早ちゃんが海斗くんを連れてきていますね。もうだん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 本当は大きくなっています。お母さんのおっぱいを飲んでどん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 元気になって表情も豊かになって成長してきました。そのようにね、私たちは御言葉の父を飲んで大きくなっていかなくちゃならないです。しっかりしていかなくちゃならないんですね。信仰が成長したい、成長させてくださいって神様に祈っているのをよく聞きますけれども、そのためには、御言葉の乳をねいっぱい飲まなくてはいけません。もう10年ぐらい前になると思うんですけど、教会にね、ある証の本が送られてきたんですね。それは主は生きておられるっていう証の本です。神戸に住んでいる、勝谷忠さんという人が書いたんですけどね、この証の本がものすごい心打たれたんですね。それで、あんまりも感動だったので、勝谷忠さんに私が電話してお話をしてみました。主は生きておられるっていうね、この証の本を読んだんですけれども、私もいつもこんな体験をして生活したいんですけれども、どんなことが大切ですかって聞いたんですね。そしたら、本当に優しく教えてくださったんです。聖書の中に、神様がおられるけど、聖書の中の神様は誠の神様だって分かっているんだけども、自分はなかなかね聖書を信じて読むことができないんですって。でも神様に会って読ませられましたって言うんですね。で本当に神様を体験していくためにはね、聖書の言葉をたくさん読むことが大切ですって言われました。一つ一つの御言葉を理解する必要はありません。赤ちゃんがおっぱいを飲んでも、このおっぱいの中にはカルシウムがどれぐらい、タンパク質がどれぐらいとか、いろんなことを分析してね、あ、これが僕の成長に役立つとかなんか考えないで赤ちゃんは飲んでますねって。でも本当に教えなくてもいろんな知恵がついて、体がしっかりして骨が太くなって、成長していきます。それと同じようにね、分からなくてもいいから読んでいったらいいんですよって。特に新約とか詩編を読んでくださいって。そして神様からの光をいっぱい受けたらいいってね。で何回も何回も読んで同じところを通っていったらいいんですって。そうすると今まで1回目は分からなかったけれども、2回目の時分かる、3回目の時分かるって、そういうふうに前分からなかったところも聖書が教えてくれるように、そのようになります。で神様は本当に聖書によって私たちを成長させてくださるんですよって言われましたね。でそうに何回も何回も読んでいたら、私たちが神様を知るっていうことよりも、神様ご自身が私たちを知ってくださるようになるって言われていました。そしてある姉妹のお証なんですけれども、いつ頃から読み出したのかちょっと分かんない、去年の今頃から、聖書が面白くなって読み始めた姉妹がいるんですね。最初はね、聖書は全然読めなかった、何にも本なんか読めなかった。で送迎してくださる兄弟がね、聖書読んだ方がいいですよって勧められたこともあったみたいですけれども、その当時の彼女は漫画しか読めなかったんですね。全然そんな気なかったんです。でもどうして読むようになったかって言ったら、礼拝に来てメッセージを聞いててもちんぷんかんぷんだったんです。そしてメッセージが長いって飽きちゃうから聖書を読んでみようって、そしてメッセージの間中聖書を読んでいたらしいんですね。それがきっかけで読むようになりました。それでね、読んでるうちにね、あ、この言葉聞いたことあるって、あ、この物語も聞いたことあるわって、そういうふうに思えてきて、だん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 とね、読み続けるようになったんですね。
で最初はね小型聖書を読んでたんだけども見えにくいからってお金もないんですけども奮発して中型聖書を買って読み始めました。そしてね新約聖書を読み合ってね、今度は旧約を読むよって連絡が来たんですね。そしてその次にはね創世記が終わったよって連絡来るの。出エジプト記が終わったよって来るんですね。今度はレビ記だねって。でもレビ記は難しいからきっとここでつまずかなかったらいいなって思ったんですよね。そしたらねレビ記終わったよって来る。レビ記難しかったでしょって言ったら、いや面白かったって言うんですよね。本当に分かってんのかなこの人って思いながらね心の中で思ってたんですけどね。でも本当に早く読んでます。詩編なんかもあっという間に読んじゃってね。で今度は預言書だって、イザヤ書だ、エレミア書、エゼキエル書、ダニエル書、ここは難しいだろうなって思ってました。そしたらねやっぱりねつまらなかったって、飽きてしまったって言ってましたね。で新約旧約読み終わって、そしてねまた今度もう一回読むよって言うんですね。で聖書なんか一回読んでも二回読んでも難しいですよね。まだまだ分かんないだろうなって思いながら見てました。そしてねでも彼女はね繰り返し繰り返し聖書を読んでるんです。私も1年間で1回読み切るのがやっとやっとです。もっともっとかかってしまう、もっとね、1日7章読んだら半年で読み切るって分かってるんですね。それで計画立てるけども1年で読み切らない、そのようなことがいっぱいあります。この方はね今何回目を読んでると思いますか。去年のお正月ぐらいから8回目読んでるんです。すごいよね、8回目、なかなか読めましたよね。よく読めるねって言ったら面白いですって淡々と答えるんですね。どのようにね理解してるかはわからない。でもね漫画しか読めなかった姉妹がそのように、ね、飽きないで繰り返し繰り返し聖書が読めるっていうのは本当に神様の力としか思えないんですよね。神様っていうのは考えられないようなことを本当にしてくださいます。このことを通しても、ああ主は働いていてくださるんだなって思いますね。で、ある方がね、姉妹が本当に聖書を読んでいるんだよっていう証を聞いて、姉妹が聖書を読むときに深く神様の言葉が心に響きますようにって祈ってるよって言ってくださったんですね。ああすごく嬉しかったですね。そういうのを聞いてね、あいいな、あの人は恵まれていて、じゃなくてね、その方が読んでたら本当に御言葉が心に深く留まるように祈ってますねって言われましたね。その取りなしの祈りも本当に嬉しかったです。はい、私たちが成長するためには御言葉の父を飲まなくちゃいけない。聖書をいっぱい繰り返し繰り返し読まなくちゃいけない。そのことを覚えて実行してくださいね。はい、それから次はね、御言葉を読むだけでなく覚えるだけでなく生活の中で生かしていくことですね。丸にマタイによる福音書の7章の24から27、はい、一緒に読んでみましょう。そこで私のこれらのことを聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は皆砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家に襲いかかると倒れてその倒れ方がひどかった。はい、御言葉を聞いて覚えてるだけじゃない、それを行うものになりなさい、それを生活の土台にして歩むものになりなさいってことですね。たくさんの主の約束が聖書の中にありますね。その約束を信じて歩むことが勝利なんですね。
福音書の中に、ペテロさんたちがガリラヤ湖に船で漕ぎ出した時に暴風が襲ってきて、とってももう大変な時に会いました。そしたらイエス様が海の上を歩いて来られたんですよね。で、あ、初めは幽霊だと思って怖がったけど、よくイエス様が私たちは安心しなさいって言われて、そしてペテロが喜んで、イエス様、私もあなたのところまで歩かせてくださいってお願いしました。そしたらイエス様が来なさいって言われたんですね。ペテロさんは喜んで船から出て嵐の海の中を歩き出してイエス様のところまで、ところまで行かなかった、途中まで歩いていった時に風が強くて波がすごくて、その現実を見た時に、今まで歩いていけたのに、ああ怖いと思った途端に海の中に落ちてしまったんですね。本当にね、イエス様を見つめている時はいろんなことがあっても乗り越えていけるけども、現実を見て不安や恐れを見てしまうと、私たちの心はもうガクガクガクとなっちゃうんです。いかにね、イエス様の御言葉が私たちを支えていてくださるか、そのことを本当に力ある言葉だなと思いますね。現実の生活生きていくと本当にいっぱいいっぱい恐れもきます。いっぱいいっぱい不安も来るんですね。でも私たちは一人ではない、もうすでに勝利したイエス様が私たちと共に歩んでいてくださるんですね。思い悩むな、私が共にいるって言っています。それから自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。神様はいろんな御言葉を持って私たちにね、励ましを与えていてくださるんですね。だから何かあった時には自分の感情の中で、生活の中で思い悩んで沈むんじゃなくてね、こんな時イエス様はどう言われているか、いろいろ思い巡らすんですね。そうすると神様の思いがこう教えられてくるようになるんです。そのためにも御言葉はいつも読んでいなくちゃいけません。心の中に蓄えていなくちゃいけませんね。そして、神様の御言葉をいただいて歩み出すとき、同じような大変なことがあってもそれを楽に乗り越えていくことができるんです。聖書の中にはいっぱい書いてありますよね。神にはできないことはないって、それから耐えられないような試練はあなたには与えない、ね、失望しないで祈りなさいって、切に祈るとき私は答えてあげるよって書いてあったりね、私はすでに世に勝っている、あなたたちは弱いかもしれないけども私は世に勝っている、私により頼みなさいとか、いっぱいいっぱい聖書の御言葉、励ましの御言葉が書かれています。そのことが生活の中でね、すぐ出てくるように、もっともっとイエス様の御言葉を蓄えましょうね。それからもう一つ大事なことは、全てのことをね、聖書にどう書かれているかっていう、そのところの、そこを判断の基準にしなくてはいけないと思うんですね。私たちはどうしてもね、霊的な現象に心が奪われやすいってところがあるんですよね。何か特別なことがあると、あ、いいな、羨ましいなって、そんなことを思ってしまったりしますね。幻が見えたり、夢を見たり、またお祈りしている時に熱くなったり寒くなったり、手が震えたり、手がまたねグローブのように大きくなったり、いろんな、現象が起きますね。でもこういうふうにね、いろいろ体験されるのもとっても恵みだと思います。でも体験されなくてもそれはそれでいいんですね。悪いことはいろんなことを体験していた人が、それがなくなった時ね、なんか神様が自分から遠くに行っちゃったような気がする。で、祈りが届いてないような気がする、愛されてないような気がする、罪が許されてないような気がする、そういう感覚で捉えてしまうことがあるんですけど、それはダメですね。聖書はどう書いてあるか、そのところに基準を置かなくちゃいけない。聖書は
何もなくても私の名によって願うならば私はあなたの祈りに応えてあげるって約束です。罪をいっぱい犯してしまっても悔い改めたら許してあげるよって、それが神様の思いです。体験も素晴らしいですけども、それはね、御言葉にどうあるかってことを基準にしていかなくちゃいけません。ある癒しの本を読んだ時にね、腰の悪い人が祈ってもらったらね、腰がぐる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 回った。でこのようにして癒しが起こるんですって。でそういう風にして癒された人がたくさんいたみたいなんですね。で確かにそういうこともあるかと思うんですけども、でもそういうことが起きなくてもいいんですよ。聖書の中にはどうあるかっていうのを見たらいいね。主の打たれた打ち傷によって全ての病は癒されたって、イエス様の打たれた打ち傷で病は癒される。それからイエスの皆によって命じる病の霊出ていけ、皆の権威によって悪しき者は出ていくんです。体験も素晴らしいんですけども、でも体験がね、聖書の御言葉より上になってしまわないように気をつけていきましょう。神様の声が聞きたいってね、神様の答えが聞きたいと思っていつも願っていました。でもそれはとってもいいことなんですね。でもサタンもすごく働くからね、神様の声が聞こえてきた時にこれは本当に神様の声かって注意してね、語られた内容が聖書の言葉に反してないかどうか、そういうことをちゃんと吟味していかなくちゃいけないと思います。時々ね、違うサタンが働いてきておかしなことをさせたりすることもあるので、何よりもね、聖書の言葉に基準を置くっていうことを心に留めていかなくちゃいけないと思います。はい、さあ皆さん、聖書を読むと私たちの信仰は成長します。また恵みもいっぱい増えます。だからここからまた聖書を読むことにしましょう。ずっと前にこの教会に来てくださった、誰ですか、森本春子さん、森本春子さんも4時頃から起きて聖書をずっといつも読みますって言ってましたね。有賀先生もいつも朝聖書をどれぐらい言ってたかな、分かんないけど読んでますって言った。みんなね、聖書を読むんですね。皆さんはね、本当何かあると祈りますよね。祈らないと入れないから祈りますよね。でもね、御言葉を読まないと入れないって、それぐらいになったらいいんですよ。神様のものを食べないと不安だって思えるぐらいに神様の御言葉に接してほしいと思います。そしたらもっともっとみんなの信仰が太く強くなっていきます。はい、じゃあ最後にね、この昔いた神様の働き人ですけれども、その人たちが聖書についてどう言ってるかここに書いておきました。でもジョージ・ミラーの方は置いといて、ムーディの方をみんなで一緒に読んでみましょう。はい、私は信仰を与えてくださいと祈り、いつか信仰が与えられ雷に打たれたような経験ができるだろうと思っていました。しかし一向にその気配が見られません。そんなある日、ローマ書10章の次の御言葉が目に留まった。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのである。私は聖書を閉じると信仰を求めて祈った。それから聖書を開き熟読し始めた。それ以来信仰は成長を続けている。はい、ムーディーほど聖書を読んだ人はないってどっかの本に書かれていました。はい、皆さんも聖書をいっぱい読んで太く強く素晴らしい信仰者になってほしいと思います。お祈りしましょう。ハレリア、天のお父様、ありがとうございます。ハレリア、信仰は祈りと御言葉によります。私たちは祈りはよくしますけれども、御言葉を読むことが本当に少ないです。ハレリア、イエス様、もっともっと読むことができるように、そしてそれによって日々の生活が養われ、私たちの思いが支えられ、強く神様勝利の歩みをしていくことができるように、天のお父様、導いてください。今日のこの時を感謝します。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。